先導は木村晃之助。続いて佐田の海、熊本県出身境川部屋、千代王、鹿児島県出身九重部屋、千代大鳥、鹿児島県出身九重部屋、ガガ丸、ジョージア出身伊勢部屋、貴景勝、兵庫県出身貴乃花部屋、輝、石川県出身高田川部屋、高野岩、モンゴル出身高野花部屋、海星、ブラジル出身友綱部屋、北斗富士、埼玉県出身八角部屋、妙義龍、兵庫県出身境川部屋、千代翔馬、モンゴル出身九重部屋、竹風、秋田県出身小車部屋、栃王山、高知県出身春日野部屋、荒鷲、モンゴル出身峰崎部屋、御嶽海、長野県出身出羽の海部屋、小結高安、茨城県出身田子の浦部屋、関脇玉鷲、モンゴル出身片尾内部屋、大関照ノ富士、モンゴル出身伊勢ヶ濱部屋、最後は大関稀勢の里、茨城県出身田子の浦部屋。新しい年の大相撲の始まりです。今場所の新入幕は2人です。与論島出身初の幕内力士の千代、そして見えてきました佐藤を改め貴景勝です。貴景勝は20歳の今年成人の力士となります。そして新がつく力士、新関脇で玉鷲です。先場所小結で10番勝ちました。初土俵から77場所だったスローでの昇進になりますが、ここに来てかなり力をつけてきた印象があります玉鷲です。代わって西方幕内土俵入り、先導は式守与之吉、続いて大砂嵐、エジプト出身大竹部屋、千代大龍、東京都出身九重部屋、逸ノ城、モンゴル出身港部屋、大翔丸、大阪府出身追手風部屋、錦木、岩手県出身伊勢の海部屋、総国来、中国出身荒汐部屋、石浦、鳥取県出身宮城野部屋、千代の国、三重県出身九重部屋、葵山、ブルガリア出身春日野部屋、琴勇気、香川県出身佐渡ヶ嶽部屋、吉風、大分県出身小車部屋、遠藤、石川県出身追手風部屋、勢い、大阪府出身伊勢の海部屋、沖の海、島根県出身八角部屋、
松鳳山、福岡県出身二所ノ関部屋、宝富士、青森県出身伊勢ヶ浜部屋、小結栃ノ心、ジョージア出身春日野部屋、関脇正代、熊本県出身時津風部屋、大関琴奨菊、福岡県出身佐渡ヶ嶽部屋、最後は大関豪栄道、大阪出身境川部屋。今場所の新三役力士は正代です。新三役が関脇ということになります。年6場所制以降ですが、スピード昇進2位タイとなっています。並んでいる力士たち、そして一番早かったのは小錦ですが、いつでも大関に昇進した力士たち、今年1年飛躍が期待される新関脇の正代です。その正代、この初日横綱白鵬に挑みます。